そら。あれ、佐藤はなんであんなに足かいてんの、あれ。アレルギーあれ。最初は虫刺され、蚊に刺されから。え、なんか入ってる。ストレスなの。なんでレレ結構ガラスのハートだな。ソラちゃんすごい毛が薄いよね。もう相当抜けたよね、これ。この辺。ねえ、これなんか今日エアコン効いてんの？そっちつけてないの？つければ？つければいいよ。今日暑いね。あの3日目だからやっぱり空気も暑くなってるよね。いやー、もう足がさ、いやー、や、今日はもうスマホを変えたからもうやったーって感じ。嬉しいっす。じゃあもう映画を見ていろいろ解決してなかった。あ、映画どうだった？昨日合唱コンクールで、あの一組が歌う予定だったやつが、あの流れて、いきなりポンって流れて、ん？そうね。思わず横にチナの方見ちゃったもんね。何やったの？ね、心の瞳だっけ？瞳の心だっけ？うん、心の瞳と生まれ。それも歌？いいよ。な、それ何、な、日本の映画？まだかと思って、誰か私のやつ来てんだね。誰から来たの？俺じゃないよ。姉ちゃん、だって俺いつ着るのよ。これ私、自分のために買ったのに、買ったんだよ。じゃあ、つうか、俺今日白いの着てたじゃない？白いの？犬じゃないって、白いの。犬着ないっつうの。ちょっとおかしいんじゃないの？いいかいね。ね、それちゃん。